島原号は、福岡市と諫早市、雲仙市、島原市を結ぶ、西日本鉄道、島原鉄道が運行する高速バス路線である。島原鉄道担当分には、平成新三号という愛称のラッピングバスも、使われている。島原号島原号なお、本記事では、島原号と同じく、福岡市と島原半島を結び、 長崎県交通局が運行していた高速バス路線である運前号についても記述する。福岡市と諫早市、島原市を結ぶ高速バスで、運前市内を含む島原鉄道線沿線の主要地域に停車する。1990年1月27日の開業以降、ダイヤ上はあまり大きな変化もないまま今日まで推移している。同じく、 福岡市と諫早市内を結ぶ九州急行バスの九州号と異なり、諫早市の中心部に停車する。福岡市と島原市を約3時間で結んでおり、西鉄電車と山坂海雲の高速線、三池島原ラインの乗り継ぎに比べて所要時間は長いが運賃は安い。島原半島東部の島原市発着の道路線に対し、かつては、 半島西部の小浜町の雲仙温泉、小浜温泉と福岡市を結ぶ高速バス、雲仙号があったが、これは2004年4月1日に廃止された。代替として、島原号と島鉄の諫早雲仙間の路線バスとの乗り継ぎ割引乗車券を発売している。座席は全便座席指定制で、乗車には基本的に予約が必要である。また、 九州号の一部が停車する、ウレッシュのインター、大村インター、大村木場は全便通過する。島原号初代専用車両太字は停車停留所。なお、クローズドドアとなる区間が、島原駅と福岡駅では異なっている。運行開始当初は、西鉄側がスーパーハイデッカーを使用し、西鉄、島鉄とも三列シートであった。また、過去においては、 マルチステレオ、おしぼり、ゆちゃサービスもあったが、現在は廃止されている。運前号県営バス単独運行移行後に、運前号に使用された日の、セレガール運前号はかつて、福岡市と諫早市、運前間を結んで運行されていた高速バスで、島原号と同日の1990年1月27日に、運行開始された。運行開始当初は、 西鉄と長崎県交通局の共同運行で4往復が運行されていたが、1999年6月に西日本鉄道が撤退して長崎県交通局単独運行に変更され3往復となった後、2004年3月31日をもって廃止された。1997年4月23日時点の停車地は博多駅交通センター。 西鉄天神バスセンター、中、筑志野、木山、高速都ンナ鍋、高速中原、高速神崎、県営バス、諫早駅前ターミナル、愛の千々和学校前、小浜、西入口、荒湯ビジターセンター前、島鉄運賃営業所前、運賃で、1999年3月28日改正で、島原号と同様に中、高速都ンナ鍋、 高速中原、高速神崎に停車しなくなっていた。福岡市内から愛野までは、島原号とほぼ同じルートであったが、島原号は、諫早駅前の停車地が、島鉄諫早駅前ターミナルであったのに対して、雲前号は、諫早駅前の停車地が、県営バス、諫早ターミナルであり、島原号とは異なっていた。車両は、 スーパーハイデッカー3列シート車が使用されたが、県営の単独運行となった後は、ハイデッカー4列シート車に置き換えられた。ありがとうございます。